にちは、マイマイチャンネルです。ですね、今日は、9月の17日、月曜日、敬老の日です。なんか久しぶりの動画アップになります。北海道の地震の時からしばらくお休みしてました。地震の時にですね、皆さんから、メール、それから電話、たくさんのね、方々にメッセージをいただきまして、本当にありがとうございます。皆さん、本当に感謝しております。本当にありがとうございました。今日からまたですね、マイマイチャンネル、よろしくお願いします。それから今日はですね、ちょっとだけ、購入品の紹介をさせていただきます。私、今年の年頭にですね、ウォーキングをする、歩けなくなったら困るので、歩けるように、ウォーキングをするっていうね、目標を立てました。それでですね、ウォーキングはですね、冬から春から夏、そして今、秋口なんですけども、ずっとこう少しずつ少しずつ歩いてきたんですよね。でもですね、家の中で歩いてるのが今まで何歩ぐらい歩いてるのか全然わからなかったんですよね。それでですね、家の中も分かって、まあどこに私が動くたんびですよね。歩くたんび、1歩2歩とこうね、カウントされるものが欲しくて、先日ですね、購入しました。アマゾンから購入して、まあもう届いていたんですよね。それでですね、こんな感じでね、箱に入って届きました。今ここの中にはないんです。この腕に 腕にもう使用してます。もう、これはですね、スマートブレスレットっていうことで、携帯電話の、アプリをね、ダウンロードして、この時計とアプリとつなげて、1日何歩歩いたかとか、まあいろいろここでも見れるんですけど、携帯電話でも見れるアプリから、1日何歩歩いて、それから歩数計と、それからね、1日何時間寝たか 深い眠りが何時間で、浅い眠りが何時間でっていうことが分かります。それからですね、血圧計、そしてですね、心拍数とか、それからですね、携帯の、電話が入りますと、電話が、入り、こっちでね、お知らせが来るんです。電話、ここにお知らせが来るのは、電話とメール、それから LINE、それから、インスタグラムも来るんですけども、そんなにいっぱいいっぱい、やってると、一日中ブー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 なってるので、インスタグラムは、この時計と、つなげないようにしました。メールと電話が来るように、分かるようにしましたね。で、すごいやっぱりね、家の中でも結構、歩いてるので、家の中が、まあ、1000歩ぐらい歩いたとしたら、あと3、あの4000歩が目標にしてたので、あと3000歩をね、どっかで歩くっていうことなんですけど、まあね、ですね、これを買ってからですね、目標だった4000歩が、クリア。難なくって言ったら、違うんですけど、まあ、一生懸命歩いてですよ、4000歩行くんですよね。それで 目標を6000歩に変えました。6000歩に今はして、
まあそこにね届くように頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。昨日はですねちょっとお出かけあちこちお出かけしたり、それからですね買い物もしたり、いろいろ買い物をしてあちこち歩いたので、昨日は8000歩近く歩きました。だからちょっとねお出かけすると、結構歩いてるんだなっていうことが、分かったので、なんとなく嬉しいなと思って、少しずつ歩くのもね増やしていきたいなっていうふうに、そんなことで歩数計のついた、時計を購入しました。それからですねカルディに行って、買い物したんですよね。そしたらですねこんな感じでハロウィンのハロウィン仕様の袋ですね、こんな感じで買い物したのを入れてくれました。買い物はですねスヌーピーのグミです。これ 1,2,3,4,5,6 個ついてるんですけども、6個つながっていくらだったかちょっともう何日か前なので忘れてしまったんですけど、これ可愛くていいなと思ったのは、これをね真似して私も作りたいなと思ったんですよね。ここにミシン目がついて、この中にねこういうふうにつないでったらすごいいいかなと思って、まあ作るかどうか分かんないけど、わー素敵だわーと思って買ってきました。それからですね紅茶紅茶を凍った紅茶を買ってきました。とってももう香りがすごい素敵で、さっきも飲んで飲みました。それとですねガーランドっていうのかな、こんなこれで、ね、麻ひもをついてガーランドにしてくださいみたいに、ガーランドでもいいですし、それからこれはですねクリップがついてるんですよね。こんな感じでクリップが裏にこうついてまして、何かにねクリップがついていいなと思って、クリップこんな風にねクリップでできるんです。どうしてもこれでガーランドしたい時はコピーをしてガーランド作ってみようかななんて思うだけですよ作るとは言いませんよ、思うだけそれからですねジップロックを買ってきました。オレンジのかぼちゃ柄のジップロック、ここにですねカルディって書いてるんです、ここにこんな柄と、それからこれはピンクのお化けですか、お化け柄ですね、こんなのと、それから骸骨です、骸骨のこんな柄です。この3種類がジップロック入ってました。こんな感じで売ってました。これを買ってきましたね。それでですねこのカルディの袋があまりにも可愛いので、ちょっと印刷してみたんですよね。印刷をしてみました。コピー用紙に印刷をこんな感じでしてみました。すごい可愛いね、可愛くていいなっていう風に思いますそれとトレペにも印刷をしてみました。くりくり巻いてたのでなんかこれで何作ろうか、まあ1枚ずつ印刷しただけなので何か作りたいなって思ったらまた印刷しようかなと。なんかねすごいねインクがねベタベタついて、
あの手にもそうあのインクがついて、なんかすごい汚い、こんな感じでインクがついちゃって汚いんですよね。インクがついて汚くなって、このまんまこう顔を触るとなんか顔にあれなんかすごい私髪ね伸びてきて、もう髪ショートにするともうこの裾がね襟につくともう嫌なんです。もう早く切りたいなっていう感じで、早く切りに行きたいなって思ってます。でもこう嫌だっていうのは私だけかな、なんかね。それとですね、買い物、まあ、カルディでまだ買ったんだけど、食べたり飲んだりしたのでそれとですね、こんな感じでカルディで、買い物してきました、腕時計 と、今日はですねカルディの紹介をさせていただきました。少しね、YouTube も休んでいる間に、いろいろって言っていいのか一つ二つと言っていいのか、ちょっとだけですね、作ったものもあるので、またライブか動画で紹介したいと思いますので、またその時はぜひ遊びに来てください、またその時までお楽しみに。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。